今見えているのは北京フイウェンジョンシュエという中学校です。北京フイウェンジョンシュエは1871年に設立され、現在136年の歴史を持ちます。学校の敷地面積は約3万7千平方メートルで、近代的な専用教室と実験室を持っており、各クラスにはコンピューター、液晶プロジェクター、ビデオなどマルチメディアの最新設備が整っています。また学校には専門スタジオ、科学教育用の天文台、プラネタリウムもあります。北京フイウェンジョンシュエは1960年に北京の十大中学の中の一校に選ばれ、2002年には北京市の初代模範校に選ばれています。中学高校の学生合わせて約2000名が在籍しています。ここは学校の運動場で、今冬休みに入っています。右側は学校の新しい体育館です。周りは住宅ビルで、静かな街です。フイウェン高校の国際部は1994年に設立され、97年には言語文化学校を創設しました。現在すでに16カ国地域から4000人近い講師と留学生を受け入れ、卒業生の重点大学進学率は 100%、 うち 60% 以上の学生は北京大学、清華大学、復旦大学、人民大学などの一流大学に進学を果たしています。国際部の大学入試の成績も長期にわたって安定しており、北京市の対外基礎教育部門においてもトップの座を占めています。また北京フイウェンジョンシュエは東京都立桜町高校と姉妹校で、毎年いろいろな交流活動が行われています。